海陸風とは海岸地帯に見られる風であり、昼は海から陸へ、夜は陸から海へと風向が変化する風である。海風循環と陸風循環陸は、比熱が小さく温まりやすく、冷えやすい一方、比熱が大きい海は温まりにくく冷えにくい。このため、昼になって日が差し始めると、陸上にある空気は海上にある空気よりも早く温められる。 温まった空気は密度が低くなって浮力を受け上昇気流を生じる。上昇気流によって上空へと移動した空気は気圧が下がるため断熱膨張により今度は冷却される。このようにして陸上の地表付近では海上よりも気温が高いが上空では逆に気温が低いという状態になる。ここで静水圧平衡を考えると地表付近では陸上は 海上よりも気圧が低く、上空では逆に気圧が高いということになる。このため、地表付近では、海から陸へ、海風、上空では、陸から海へ、海風反流という風が吹く。この風の循環を海風循環という。逆に夜になって日射がなくなると、陸上にある空気は、海上よりも早く冷えていく。すると、今度は、蒸気と逆のことが起き、地表付近では、 陸上の方が海上より気圧が高く、上空では気圧が低い状態になる。このため、地表付近では陸から海へ、陸風、上空では海から陸へ、陸風反流という風が吹く。この風の循環を陸風循環という。また、一般に、海陸風の最大風速は、海風の方が陸風よりも大きい。 一日の打ちやすさと夕方に陸風と海風が切り替わる時間帯があり、その間は無風状態となる。これがなぎである。蒸気の海陸風の原理と原因は低気圧と高気圧の循環に類似しており、実際に大規模に起こる海陸風は天気図上に小低気圧や小高気圧の形で現れる。暖光気で高気圧に緩やかに覆われた日中の午後の 地上天気図を見ると、中部日本に周囲より2ヘクトパスカル程度気圧の低い低気圧が描かれることがしばしばあるが、これは内陸部に生じた上昇気流による低気圧で太平洋岸や日本海岸の地域ではこの低気圧に向かって海風が吹くことになる。九州、紀伊半島、北海道などでも同様の現象が起こり得ると考えられるが、 本州中部に比べて規模が小さいため、天気図上に描かれるほど明瞭な低気圧とはならない。夜間は、これと逆の現象が起こり、本州中部は小規模な高気圧となって、周囲の海岸部では、陸風が観測される。海風や陸風は、暖かい空気のあるところに冷たい空気を運んでくる。そのため局地的な前線ができ雲や雨を伴うことがある。 このような前線を、海風前線あるいは、陸風前線という。ありがとうございます。